実はですね、今日はあと2曲も、2曲もっていうのはおかしいけど あと2曲ほど歌わせていただくんですけど、今日初めて実は歌う曲が1曲あるんですよ。ちょっとしたまあ別にサプライズでも何でもないんですけど、最近僕は結構プロデュースワークもいろいろ出会ってて、まだまだ世の中に出てない曲もあるんですけど、先日すごい僕の大親友の、青山テルマさんにですね、1曲書きまして、で僕も一緒に歌ってるんですけど、ちょっとそれをセルフカバーしようかなと思いまして、これを歌う機会っていうのはあんまないと思うので、結構プレミアムチックな雰囲気が出るかなと思いまして、なんて言ったってね、グッドラックライブでしょ？幸運がね、必要なわけですから、なんかそこにはこう、スペシャルがあった方がいいなと。そう、だから今日オープニングっていうのかわかんないけど、1曲目も、ちょっとカバーから入りまして、僕の大好きなジョン・レジェンドっていうアーティストの、楽曲をカバーさせてもらったんですけど、なんかたまにはこういうのもいいかなと思って。だから今日はね、あんまりこう、なんて言うんだろう、清水翔太といえば、これみたいな曲はちょっとあんま歌わずに、スペシャルな感じでいこうかなと思ってます。まあ、最初にやるべきだったね、この MC ね。ということで、初めてやるので、もし間違えたらすいません。では、聴いてください。ステイ。
ありがとうございました。